友人の話。今は疎遠となり許可は取ってないが、まあ平気だろう。今から2年ほど前の夏、某県の大学に行っていた友人から話を聞いた。とある有名な心霊スポットの行った時の体験談だ。友人 A とするが、 A は夜中大学の悪友たちと肝試しに行こうという話になった。地元では噂の絶えない廃墟にだ。その場所に着き、雑談しながら歩いていた。まあそうそう心霊現象なんて起こるものではない。何事も起きず、期待外れというような面持ちで廃墟を歩いていた。だがとある部屋に入った時、何かささやくような声が聞こえたという。小さい声なので何かの聞き間違えかと思った。その時パタンと勢いよくドアが閉まった。それだけではない、バタバタと開閉するのだ。当然恐ろしくなり逃げるように家に帰った。帰り道は何事も起きず、家に着くと疲れからかすぐに眠ってしまった。翌朝目覚めて着替えようとした時に、 A は最も恐ろしい体験をすることになる。クローゼットの中に束になった長い真っ黒な髪の毛が。この話を私が聞いた経緯は、携帯で撮ったある写真を見せてもらった時だ。その写真は地元で花火をした時のもので、フラッシュのない当時の携帯では当然花火の火しか映らないはずだった。そこには右上に髪の長い女のような白いもやが、 A 曰く少しずつ形を変えてきているという。お祓いに行った結果、近くの墓地から降りてきたものだったらしい。前日の肝試しとは関係なく A はほっとしていた。嘘くさい話だが、その時の A の怯えた表情は真剣そのものであった。その後一切肝試しなのに行きたがらないのは真実である証拠になるだろうか。